はい、今日はナイトルーティンです。 CD の曲はもう今日昼練習したんでナイトなんで譜読みしていきます。1年間かけて弾きたいなと思ってる曲。本当はこのテンポで練習してます。こんな感じでやってます。譜読みはThank you.
みたいな感じで超ゆっくり譜読みをやってます。これ一冊譜読みできるのにどのくらい時間かかるだろうね。結構時間かかりそうだなと思います。まあこれをね、まあ、ゆっくり一日ちょろちょろちょろっとやりつつ楽しみながら、これはね趣味程度に、全く誰の前でもまだ弾く予定は決まってないんですけど、まあ1年後2年後とかに弾けたらいいなぐらいでやってます。最近始めました。今日昼、CD の曲を練習したので、それの復習って感じですね。ピックアップした部分は熱情の一楽章の最後、ここでやらかさないような練習。みたいな練習をしてます。まあそれ以外にもラフマニノフの鐘だったり、CD に入れるので、あとはラフマニノフのこのこのね、プレリュードを練習して、まあ今日は昼しました。でショパンのワルツして、ショパンのエチュードやってっていう感じです。まあナイトルーティーンって言ってもほぼ一日中同じ生活をしてます。まあ CD の曲が中心にやって、それ以外にまあ譜読みしたりっていう感じなんですけども、それプラスあと今はね、メンバーシップの方で仕上げてた検定を引き込み練習してます。検定って知ってますか？ぜひメンバーシップの方でね、まあ譜読みから弾ける、通せるようになるまでを全部ねアップされてるので、ぜひ見てみてください。まあこんな感じでやってます。例えばね、弾き込みなんで、頑張って仕上げてます。で、まあこれはある程度弾けるようになったんで、新しい曲に取り込んでます。それが今モーツァルトのキラキラ星。みたいなことをやってますね。
ピアノどのくらい練習してますかってあると思うんですけど、結構ほぼ1日やってるんですけども、熱情の CD のための曲を8割練習してて、で、残りの2割の時間は、あの、新曲、ラフマニノフのコンチェルトの、まあ、ゆっくりやろうっていう譜読みと、あとメンバーシップ用で、今やってる曲検定と、モーツァルトをやってる最中です。というわけでね、今、ナイトルーティーンって言ったんですけども、ほぼ暗いか明るいかの違いなので、まあ、こんな感じでずっとピアノ漬けです。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。それでは、バイバイ。マチョ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